何これ福袋ひどいよこれ。あ、ゆっきりのよろしい。見て運営せこい福袋8000円で売り出してるよ金の福袋8000円。銀の福袋5140円。ね、おみくじ120円。福袋は各社、花火アイテムを詰め合わせ。あると言うやん、あると 10倍おめでとう !10 倍ってこれ、大吉だよすげえじゃん言うやん大吉すげえ !5% の確率うん。うん。いいねうんうんこれでは、これこれ超えられんぞ当たり前だよな。セコすぎんだよ。 これね、アニメ効果は大吉と大凶。誰か大凶出して大凶。うん、大凶5%の確率だから。大吉が5%の確率、大凶が5%の確率らしいよ。運、う、営、ん、すごいね。朝いらっしゃい。運、う、営、ん、ここまでせこいか。<laughs> しろしろおめでとう <laughs> いやいちょうちうズマまいらっしゃい明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いします二千年二十年も、うん、あ,ありがとう太っ腹のあ,ありがとう太っ腹さんありがとうございます特名さんありがとう招きでこありがとうございます ああ大凶出た <laughs> ひでえ、大凶10倍。ふわって元気出そう。これ、かわいそう。大凶と大吉は大凶だよ。ああ大凶出た人ってちなみに、招き猫投げた人はね。ああ5%の確率。大凶と大吉は。うん、大凶10回だからねああ。最悪ですだから。 すごーいって感動ソルダーだすごくないでしょ。いやー。あれだな、ふわっち、これ新年迎えるとお年玉みたいなのもらえるんだな。甘くなると。お年玉みたいな感じで、みんながおみくじ投げたりとか、花火投げてくれるから、そういう恩恵もあるんだね、これね。配信者にとっては。おみくじ1個60円でしょ。 1>, 1個60円。俺の方に入るのが。だみんなが 10, 10個買えば、まあ、花火1個分ぐらいか。うん、あ、今期はお,おあ、あ、明けましておめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。2020年もね。うん、なるほど、運営も考えてるな。うん、運営もお年玉とかつけばよかったのになんだ。 そうかどうするか2020年は、うん、明ーブルズ開けましょうおめでとう木村も開けましょうおめでとうんで木村ピンクだってんな前,前のだなこれな開けましょうおめでとうございます今年もよろしくお願いします <laughs> あぐっち開けましょうおめでとうハート花火やるとねいいよ こうやってお年玉みたいにもらえるんだな、配信者は。うん、もうお年玉1万9000円もらって、俺、うん。2020年になったのにジム筋トレ。いるよね、そういう人ね。すげえな。いるよね、そうやって年を迎える人。うん、ジムにいる人ね、うん。そこで新たな出会いがあればいいんだな。新たな出会いが。 どうか2020年今2020年これジョアの金と共にセックスしてるやつ絶対いるぜ、うん、絶対いる、うん、ジョアの金を聞きながらテレビとかでジョアの金を流しながら腰を振ってるバカがいるんだよ、うんうんうん、若い人はいいね若い人はリンゴ開けましょうおめでとう今年もよろしくね いや、いるでしょ、もう、もう、100%。ゆりは、ゆりは相手いれば間違いなくそうだったでしょ。間違いなく。ゆりは遊びたいって言ったから、うん。108回、そうそうそう、ニャンクロああ、にゃんくもやらしいね、やっぱね。あもう、今妄想で膨らんだでしょ、ニャンクロの場合は。ニャンクロはもう若いから、うん、妄想で膨らんだよあ。108回なんか疲れたら、 108回作って相当じゃない、でも。108回耐えられるかね、うん、108回はなかなか腰売れないよ。多分、その前に行くよ。また金梅がディスってるまあ、いいんじゃないですか、うん。今年はね、横綱相撲をやるつもりなので、僕は配信者として。金杯さん、焦ってください。 2019年、パッとしてない、金梅さんの、ふわっちゃ配信者としての力でしたけど、2020年、ね、小結、び金杯として一生懸命頑張ってください。横綱優衣がとしてね、2020年迎えさせていただきますので、うん。微動だりしませんよ。ニャンコの変態なんでね、若いのに。余裕いや、今年は、 余裕を持って、うん、心に余裕を持ってね、うんうん、YouTube の頃にある俺がかっこいいから今日から宮城る人多いかも D プラスありがとう無限ありがとうございます今年もよろしくお願いします、うん、やっぱ米日がバグったらまた、うん、開けましょうお前とはね夢 ネムネムあれだなあの腰ついてたなこれ間違いなく、うん、それ以上早いな14分、うん、いや今年は天下取りよ天下取りです、うん、もう十分ね準備はできたん、ね、で至ってノーマルニャンクロあ自分が責められたいやつなんだね多分ね、うん、今年大暴れしてやろう何やじゃよろしく いやーいいよ。もう、お年玉1万9000円もらったよ、俺は。うん、十分でしょ。14分。十四分で1万9000円でしょ。アルドバムおめでとう。まあ、僕にとっていい年になるでしょ。安さいらっしゃい。間違いないよね。いやー楽しみだな二2020年。ごめんな、ちょっと。閲覧数が、閲覧数が、すでに4桁いく配信者になっちゃうから。 うん、スーツがめちゃくちゃ似合ってる。来年はスーツで活動するかじゃあ。<coughs> <coughs> ああ。いやー体調が悪いな。ほんに。もうちょっと放送やっていかないとね、放送や,やってないとね、まだ迎えたばっかでしょ、2020年。ーいやー調子が悪い、胃が。 今年はどうするかなまずは手始めにあ俺くれいらっしゃい、うん、おめでとうあくるぶしありがとう初花火あざいますよしよこれでお年玉2万円分幸先いいね2020年も2020年も調子がいいよ、うん、間違いなく2020年も金の雨が降ってるよ タークも一蘭五500超えてないんだ。やっぱ、人が少ないでしょ実際。ほら、2020年も、金の、あ、開けましょう、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。調子がいい。2020年も、金の雨が降ってる、やっぱり。うん。降らせる男だから。レインメーカー。うん。調子がいいね。 よし。林 <laughs> ますかということ。笑顔で2020年を迎えてるから、間違いなくいい年になります。まあ、体調だけだからな、悪いのは。だから、体調は気をつけないとな。体調だけは、体調管理をきちんとし、2020年は、風邪で始まってるから。あー、ナビやると。一二三ブロリーやると。 みんな、みんなやっぱ閲覧少ないんでね。金梅の440が最高か、うん。みんなパッとしてないもんね、うん、アスペルマンおめでとう。うん、俺が、俺が200を切ってるぐらいだから、みんな切ってんだろうな。とむきおめでとう。今年もよろしく。特にね、優イが会のメンバーたちね。 はい、オレンジ色の人たちはもう常連なんであゆうきお休み明日仕事なの一1日から仕事地獄だねそうか2020年目的を持ち頑張っていきますか、うん、意外ってえなどうでもいいけどいやーそうかー今悩んでんのみんな テレビつけたいけどテレビをつけるリモコンがねえな。なんでリモコンがねえんだあれなんか来たな。おー、ありがとうございます。おー、おーありがとう。すごいな。うん。すごいな、ありがとうございます。 なんか挨拶のさ、挨拶のさ、あの、LINE、今さ、なんっけ年賀状とか出さなくてさ、LINE とかでこうやって挨拶するようなんだよ。だすごい LINE が来る。明けましょう。おめでとう LINE が。リスナーから。うん。すごい来るな。おい、じゃあ放送終わるか。皆さんじゃあ放送終わります。2020年もね、2020年、2019年よりも、昨年よりね、 いい年になるように、えー、2020年迎えられるようにね、常に笑顔で言いましょう。ということで夕方発展コンソール終わります。お疲れさんです。ふわっちかいに、金と、笑いの雨が降るぞ。